わけで今回も美味しいラーメンを求めてゲスト団員さんとお店まで来ちゃいました。はい、野村かな子です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、野村さん、野村さんとはこれまでもプライベートでも実は何度も遊びに行ってます。でも本当に何年前かなっていうぐらいだから。そうなんですよ。そうなんだよね。なかなかね、会えてなかったからめちゃくちゃ嬉しい。嬉しいです。ありがとう。ではこちらこそです。ラーメンデートしましょう。やったぜー。ラーメンデートしよう。はい、ということで今回お邪魔しているお店さんはですね、九段下にあります二階堂さんです。わ、二階堂さんってなんか、はい、親近感の湧く名前のラーメン屋さんですね。とっても湧きます。はい、そうなんです。こちらのお店さんはですね、厳選した国産の食材と天然だしが売りの店舗お店さんでして、ここなんか店内もねすごいおしゃれですよ ね。すごくおしゃれ。そうなんかラーメン屋さんかっていう感じで、はい、びっくりしたけどこんなおしゃれなラーメン屋さんあるんだって思って。そうなんです、なんかスタイリッシュで本当いろんな方にこう来ていただける、もう本当素敵なお店さんでございます。まあ、さっきあの私たちメニューを注文するためにいろいろ見てたんですけど、種類もめちゃくちゃ豊富です。そうなの。そう、どれもとっても美味しいと聞いておりますので、ね、悩んだよね。めっちゃ悩みました。そうなんです。なんか私たちが何を注文したのかぜひこの後チェックしてみてください。ということで着丼を待ちたいと思います。お待たせしました。ラーメンが着丼しました。やった。美味しそうだね。めちゃめちゃ美味しそうです。はい、ということでこちらがマーラータンタン麺と特製ワンタン麺です。わーい、すごい。なんかもうそれぞれ美味しそうだね、全然違う。めちゃめちゃ。そうなんです。今回違うタイプの2種類を注文したので、ギリギリまで悩んだよね。めっちゃ悩みました。めちゃくちゃ悩んだ。はい、それぞれのこう一番今食べてみたいものを注文してみました。ということで早速いただきましょう。せーの、いただきます。どうぞどうぞ。失礼します。よいしょ。ごめんね。いやいや、これもこういう風に綺麗な木箱の中にね入れていただいていますね。おしゃれだね。どこもかしこも、どこもかしこも。ぜひいただいちゃってください。いただきます。どうしようかな。え、な、卵とチャーシューネギ、これがワンタン。ワンタン。いや、ラーメンだ。ラーメンとか久しぶりに食べるの。あ、めちゃくちゃ嬉しい。あ、よかったです、いただきます。え、あ、食べていいの？食べてください。いただきます。身に染みる。あ、ずっとねこのラーメンの前でこうやってお預け食らってたの。あ、そうですよね。美味しい。あ、よかった。鶏の味、鶏の味がします。あと、いぶきさん、いりこと北海道産昆布、わ、あと本ガツオなどの、まあいろいろ入ってる味がします。すごい、これは美味しい。うわあ、いろんな食材の旨味が凝縮されてる系ですか。美味しい。うわあ、え、美味しい。九段下だからね。いろいろ近いですよね。武道館とかさ、ね、行った暁には寄ってみるのもいいんじゃないかろうかと。ね、うわあ、ぜひ来ていただきたい。ね、はい。はい、あ、いいですか。じゃあ私もちょっとこちらの担々麺を。なんかもうすごいいっぱい乗ってるね。いっぱい乗ってるんですよ、ほんと。だとスープが白いごま。いや、もう最高です。なんか久しぶりにお会いして野村さんだって思ってます今。超楽しいです。あ、よかった。ではスープいただきます。あ、スープからいくんですね。はい、美味しそう。わ、何？美味しい。美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。美味しい。何の味？なんか
伺ってたんですけど、うん、このチーマージャンっていうのがスープにね入れていただいてるみたいで、なんかとにかくごまの風味がめちゃめちゃ豊かです。なんか香りがいいっていう感じ。ごまごまもうごまって香り高いじゃないですか、うんうんうん、あれがお口の中でぷわーって広がる感じ。うわ、うん、女子が好きそうな感じかしら。女子も絶対大好きです。大好き、わしみわたるよ。で私たちもなんかあの、うん、冬だったので、そう寒いねって言ってたところにこの急にうーそう温かいの熱々のそうラーメンをいただけて芯から温まる。やばいやばい、やっぱ冬といったらラーメンだもんな。そうなんです。嬉しい。湯気が湯気が見えますか？見えますか皆さん。食べたいでしょ。私がいただきたいですね。いただきます。うん、うわ、うん、美味しそうに食べるね。うん、うん、美味しい。最高最高です。あ、これ今麺食べたら一気に来たんですけど、なんだこのラー油はお店さんで自家製で作っていただいてるみたいで、あと山椒も削りたてっていうんですか、お店さんでこう最後贅沢調理をしていただいて、その香りが今麺食べたらこの、ね、上のをこうすくってふわっときました。すごい、めちゃめちゃ美味しい。いろんな味が、いろんな味があります。ぜひどんどん、いただきます。具材もいっぱいあるんで、ね、これがワンタン。ワンタン、ワンタン、うん、ピンクうまっ、うまっ、うん、最高、うまっ、うん、持って帰りたい。このワンタンポッケに入れちゃおうかポッケに入れてお腹減った時に食べるの。おいしいあ、でもほんとおいしい具材ってもう、ね、それ単品でもめっちゃ最高なんですよね。なんだろう、なんかおいしいしか出てこない。わかります、うん、語彙力ないからさ。いや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 、伝わりますよ、うん、メンマ、うんふん、おいしいですね、うん、私もこうひき肉とかあとナッツも乗ってるのと一緒にいただこうかな。おしゃれだね、ナッツも乗ってるって、うん、食べようとしている。いいな、いいな。いいな。で冬限定ってことだもんね。そうです。今しか食べれない。急がないとみんな。本当ですね、うん。なんかいっぱいコンプリートしたくなっちゃうな。ね、そう、なんか一、うん、回来ただけじゃ足りない。本当ですね。もっともっと行って、ね、いろんなものを食べたい。わかります。うん、もう一杯の、うん。なんて美味しいんだ。美味しいの食べてるとき一番幸せ。わかります。ね。あ、担々麺はなんかピリ辛で体が温まる感じが、うん、今日の冬デートにぴったりでした。ラーメンデートだもんね。そうなんです、うん、ほんと久しぶりにお会いできてめっちゃ幸せ。ね、私も幸せ。今日こんな美味しいの食べれて一緒に最高だぜ。最高ゲーム。あとは、あ、私この待ってください。私、うん、これ大好きなんですよ。にもかかわらず、今この野菜の名前忘れました。チンゲン菜。チンゲン菜か。え、そうですよね。チンゲン菜ですよね、これ。ほうれん草じゃない。いや、なんか今いろいろ出てきた。八宝菜って何でしたっけ？あ、八宝菜はあれじゃない？あれ？あの、なんかよく、中華料理あれですね、中華料理の。中華料理か。なんかキクラゲと一緒にいるタイプの葉っぱですよね。多分。そっか、これはチンゲン菜でした。いや本当に好きで美味しいよね。美味しいです、うん、なんか担々麺いつも入れてくれてるじゃないですか。うん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 、
マリメン男子寮一番言葉がなく、うん、放送されてます本当もっとみんな喋ってるもうこれは伝説の回となるでしょう何喋ってるのか分からないっていうねでも伝わりますよね、うんうん、なんかラーメンの美味しさって言葉じゃないですから、うん、私たちの表情とか、うん、この、うんうん、なんか溢れ出る幸せオーラでね、うん、きっと伝わってるはず、伝わってると思います。どうしよう、おということで、なんと、うん、あの幸せに味わってるうちにですね、はい、あの食レポ OK ですということで、うっそ見て最後にこの卵見て卵いけちゃう、ほらほら、うわえけー、やばい、とろっとろ、半熟、食べちゃおじゃあ卵になって帰る卵どういうことですか全身卵になって帰るうまっ、いや私なかなかツッコミに回ること少ないんですけど先輩にツッコむこともほぼないんですけどさすがに卵になって帰るはちょっとツッコまざるを得ないんですけど大丈夫ですか卵が美味しい野村さんは今日卵になって帰れそうですということでとっても美味しいです。引き続きラーメン最後までいただいていきたいと思います。ということで、うん、ラーメン美味しくいただきました。あ、美味しかったね。美味しかったです、うん、もう私は担々麺いただいたんで、うん、なんかもう今体が内側からポカポカ温かくなりました。いかがでした？いやもう私も内側からポカポカになったし、うん、今もう鶏卵って感じあとお肉卵になってあとワンタン麺全てになってる。今全てになってます今ラーメンとして生きていこうと思います。今日一日今日一日だけよかったです、はい、ぜひ楽しんでください。今日一日ありがとうありがとうねありがとうございますということでとっても楽しかったです。美味しかったです、うん、ではいつもの挨拶いきましょう、はい、せーの、ごちそうさまでした。郡有沙のアリメンダー。